午後3時、大勢の報道陣が集まる中、姿を現したのは自民党の野田聖子議員と岐阜県多治見市出身の今井瑠々さん。会見場で明かされたのは、私今井瑠々は1月7日に立憲民主党に離党届を提出し、この春行われる県議会議員選挙に無所属自民党推薦で立候補することをここにご報告させていただきます。今井さんが自民党の推薦を受け、4月に行われる岐阜県議会議員選挙に立候補することを発表しました。しかし今井瑠々さんといえば、25歳今井瑠々です。前回の衆院選に立憲民主党から立候補、最年少候補として自民党の重鎮古屋圭司議員にあと一歩のところまで迫りましたが落選。その後も立憲民主党岐阜5区総支部長として地元での街頭演説や党の選挙応援も行うなど活動を続けてきました。時には辻元清美議員とともに支持を訴えることも。そんな中で起こった急転直下のくら替え、一体なぜ？参議院選挙後に立憲の支持率が伸び悩んだりだとか、そうしたところからも、有権者からの支持はあまり得られてないのかなという、感触はありました。こう語った今井さん。およそ1ヶ月前、中京テレビの取材に対し自らの置かれた立場について胸の内を話していました。頑張ってるねって思ってくださってる方は言いますし、私が実力をつけたり知識をつけたりももちろんですし、届け方を工夫したりとか、こうもっともっと鋭くしていかないと。日々街頭に立ち街を回る中で自身の力不足を痛感していました。さらに仕事を辞めて出馬した今井さんの手元に来るお金は党からの交付金月50万円のみ。ポスター制作などの政治活動にすぐ消えてしまいます。事務所も小さめの部屋に変更、支出を切り詰めてやりくりしてきました。地元に組織もないし、地元に地方議員さんもいないし、本当の実力というか体制、選挙になったらの体制になると、不安ですよね。大丈夫かなとか、なかなか高まっていかない組織力、政治の世界に声を届ける難しさにも直面していました。さまざまな思いの中、今月立憲民主党に離党届を提出、今回の決断に至りました。政党のための政治ではなく、地域の皆様のために政治がしたいと。私の手順が間違っていたり、皆様にご迷惑をおかけした点はあったと思います。これまで積み重ねてきたものをしっかりと地元で生かしていく、そのために必要な決断だったと私は今も思っています。どうか皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。会見に同席した野田聖子議員は、さまざまな政党から私たちの自民党に現職の国会議員が移籍したケースはたくさんあります。やはり私たちは岐阜県の未来を考えたときに、問題意識を持ち取り組もうという人たちが、やはりより結果責任を果たせるようなところへ導いていくのが私たち、国民政党、地元の政党、自民党の役割ではないかと、そういうふうに受け止めていますので、ご理解いただければと思っております。一方、立憲民主党岐阜県連は昨日、今井さんには最優先で支援をしてきたとし、過去に類を見ない反党行為だと非難。今井さんの離党届を受理せず除籍とすること、これまでに交付した政党交付金650万円の返還を求めることなどを党本部に上申しました。厳しい言葉は覚悟の上と語った今井さん。県民の判断はどうなるのでしょうか。その他、岐阜県議会議員選挙の多治見選挙区には、
いずれも新人で自民党公認の元共同通信記者友江敦史さんと、無所属で印刷会社社員の判治康信さんが立候補を表明しています。